いや、これは、ナイス。いや、マジか。すごい。噛み合ったなぁ。インプスター、チチー、ゲンさんと、勝ちたいに。ぜひ、高評価お願いします。高評価、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 高評価。あ、忘れてないのか。はい、ナイスです。停電はチャゲポヨが直しました。ありがとうございます。ナイスです。いいぞ。ダウンロードをしてから停電を直しました。ダウンロードしてから。確かに素晴らしい。タスクが進んでいいですね。いいですね、うん、貨物脇大成功、うん、よし、3人死ぬやだ。はい、ちょっと待とうかと思ったけど、目が汚めだったんで勝ちました。みんな白い。まあいい時間だったと思うよ。うん、なんかちょうど良くなったと思います。はい。今誰か死んでたら釣られてました。浮き地。のはい。ヤクソン。キル対象を探してたんですか。チャンス。あのタスクで欲張りしました。すみません。まあでもこれタスク進まない。多分最前提尽くせたと思うわ。やっぱゲンさんと一緒。ピカさん、なんか情報ピカさん多分2回目の停電前にアーカイブからラウンジに抜けていきました。ここら辺にいたのがピカショボマシャチャゲの順番でアーカイブ付近見てます。もう一回見ました。そうですね、見てます。ピカショボマシャチャゲの順でアーカイブ付近。サカリさんとピカコロスさん証拠機がいかなかった。いた。その後のピカコロスさんはどういう動きですか。死んでます。え、ピカクロスさん、停電の正確には僕がラウンジからアーカイブに行くときに、アーカイブから右に行くピカさんを見て、アーカイブにいたのが、ショボさんとマシャカリさんで、一回リフト側確認しに行って誰もいなくて、アーカイブ戻ったらチャゲポンさんがアーカイブにいて、僕はシャワー確認したって感じです。僕マシャカリさん、あのあと1回目停電になったとかな、あと多分マシャカリさんとアーカイブですれ違ってるんですけど、どこから入ってきました。
俺普通にシャワーから上アーカイブ行って、アーカイブ昇降機、昇降機からラウンジ、貨物室です。で貨物室なんですけど、手前なんで貨物室の道の、うんうん、そこまででピカクロスの下は見てない。はい、うん、ミーティングにいるのってゲンさん以外にも僕です。センターさんが僕ずっとゲンさんにボタン押してって言ってるのに、はい、全然押してくれなかった助けやりたかったじゃあそこに死体があることは絶対ありえないんだよね。ピカクロスと神宮寺さんの目撃情報から逆算する。どこにいることは、ミーティングはどこ？ミーティング。ミーティングないないない。オッケー、ミーティング2つは音聞こえてた。そうそう。うん。僕とエンサンス。はい。エレキ。スナパイさん、あと電気室ってどれくらいました？なんか誰かすれ違ってる、僕以外とすれ違ってる人いないかなと思って。1回目の停電を展望デッキで直した後、エレクトリカルにずっといます。ショボさんはアーカイブですか今？僕はそうです。最後アーカイブ、貨物室で金庫を助けやった後にラウンジアーカイブって下や、ない確認した下になかったです。うんうん、最後メインホールの右のシャワーまで見てた下になかったです。うん、このエンジンの給油のとこまでは見てます。か情報が少なすぎるな。しょぼちゃん、はい、妨害とかされてました？すいません、かぶりました今。僕と千早さんが多分かみ合っちゃってたと思う。うん、じゃあ大丈夫です。はい、はい、で結局のところ最初目撃がどんぐらい前なんですかね。初手ぐらいですか、ね、2回目の停電の前です。はい、前ボタンよりは10秒以上前。うん、2回目の停電だっけ俺直したの、どっちだっけな。だからあ、2回目の停電はマシカリさん直してなかったでしたっけ。いや、直してないです。停電室で直してない。あれ、昇降機は行かなかったでしたっけ。いや、あれダウンロードしてた。あ、ダウンロードしてたのか。そう、停電して直してない、全然。俺が直したのが2回目だったのかな。どっちなんじゃ。だと思います。僕、電気室でちょぼすけさんと会って、電気室のタスクやって、で、そのままあと、ミーティングの方に行ってるんで、その時、スナッパイさんみたいに、多分2回目、その後、スナッパイさんずっといたのかなと思うんで。じゃあ、これ2回目だわ、直したの。うん。チャゲさんの最終はどこですか。チャゲさんの最終は、エレキの右上のスイッチを上げるところですね。スナッパイさんとそこですれ違ってます。うん、右側がすごい目撃があるから、うん、左側かなと思いますけど、神宮寺さんは。神宮寺さんは左、右には来てないですね、神宮寺さん、うん、左だと思います。うん、あ、ちなみに左にいたのがゲンとチハヤさんだったと思うんですけど、あー、ほんと最序盤、神宮寺さん見ました、チハヤさん。あ、そうなんですかね。武器庫で多分私千早さんとご一緒して、私それ以降割と素直に、ミーティングまで行っちゃってて、はい、途中でセンターさん、金庫室1回入って、で出たぐらいでセンターさんと合流してっていう流れなんですけど、はい、すいません、自分ちょっと記憶が抜け落ちてて、うん、まあ、一応スナパイさんも誰かと白証明取れるわけではないですよね。白証明できる人がいないわけですよね。そうですね。で一応メインはあの小部屋隅々まで見ましたけど、死体はなかったです。メインはないと思う。一番左上と、まあ、でもあれですよ、トップインポスターだったらキル取ってないんで。でアーカイブにもないし、シャワーもシャワーも奥の小部屋もないし、多分ショボさん金庫かなって思います。やばいな、その言い訳。マシャカイさんかなって思いますけど。あ、俺か。ピカさん、いや、マシャカイさんでもリフトを見たけどリフトにしたよなかった。いや、とんでもねえな、その発言スナッパイさん。あ、やべ、ドア閉めしてね。
わあ、ナイスボタン。バイスきまーす。あざっす。あ、素晴らしい。結局、容疑者ってダメなんですかね。右のピカさんが僕の証言を信じてくれるならラウンジから右に行ってるはずなんで、マシャカリさん出る可能性が高いか。ラウンジから右に行ったって証言が僕と食い違ってる。あ、でもショボさんがのアーカイブにいた瞬間より前なんで。あ、なるほど。はい、僕がピカさん見てショボさんとマシャカリさんがアーカイブにいたっていう状況なんで、まあタスクやってる時。あ、でも藤宮さんってヌーン使って証拠機、いや言ってません、リフトに死体がないことを確認してからアーカイブ戻ったらチャゲパスさんがいたっていう。ああ、そういうことか。それでそこでクロスしたってことですね。僕はシャワーメインエンジンです。じゃあチャゲパスさんって厳しいんじゃないの、シャワーで切ってない限り。僕ピカクロスさんか誰かが診察室の方に入ったのを見てるんですよね。僕その確証がなくて。そんなに下行ったんだ、ショボスケさん。僕は金庫のタスクしたんですよ。そっか。その時に誰かが診察室に入ったのを見てて、で、僕はそれがピカクロスさんだったんじゃないかなって今。いつぐらいの話？なんか時系列か。ですね、時系列的には2回目の停電がなる前。ジミヤさんがそれピカクロスさん見たの最初の方だよね。2回目の停電の前です。往復してることになりません、ピカクロスさんが。うん、アーカイブラウンジ、貨物、診察、エレクトリカル診察。あんまり信用しない。だから、しょぼちゃげ弾けたら、マシャカリさんかスナッパーさんかな。僕でもね、基本アーカイブと昇降機しかいなくて、右に行ったの最後だけなんだよね、ほとんど。うんうん、シャワーから上行って、アーカイブ行って昇降、アーカイブ僕結構いたのを見てくれてると思うけど、あ、停電してたから分かんないか。藤宮さん視点で、千早ってなんで弾けたんだっけ。千早さんは左の容疑かなって思ってますけど。ピカさんの限ってた話ですね。はい。オッケー。停電直したのがスナッパイしかいないので、スナッパイが右に行けないですね。なるほど。2回目。じゃあ、スナッパイさんあっても左、神宮寺さんってことですね。そうそう、そっちだったら。ああ。かりさんの職人さんか。弁当、うん。やばいな、ロックされちゃってるな、これ。どうしよう。ターゲットロックした。俺じゃないんだよな。うん、好き。ここで殺しまくるしかねえ。いや、いいキルになったなこれ。チャカリさん殺せねえかも。スナペも残しておきたいな。うわやば。おお。あ、これやばい。しはちゃげか。なると、今回のキル最後ヌン乗ってたから、ヌン乗ってはしご登ったのはショボスケです。オッケーです。先端と宿舎前の通路のところで覆って、エンジンから上に上がるときに、で先端は最後に個室入ってった、はい、で僕が、ミーティングルーム上がるときにヌンで左側に泡立ってくる音だけ聞いて、でそれがショボスケさんということが分かった。はい、はい、僕から出せる情報は以上です。ゲンさんとセンターさんって初日お互い資料を取り合えるわけではないんでしたっけ。最終日がミーティングっていうことです ね、うん、ですよね。宿舎前からのミーティングって感じなんで、それまでは分かんないです。ゲンさんとセンターってどっちが先にミーティングにいたの。ほぼ同時でした。一緒に上がった。どこで、なんならカメラついてましたけどね、金庫室の。どなたか見てません。あ、なんかカメラどっかのタイミングでついてたのか。まあ金庫から出てくるの知ってるんで。どの職人さんが登ってるのも多分カメラ見られてるんだろうなって思ったんで。僕は見てない。そんなに言及してなかったんですけど。現状マシャカリさんがめちゃくちゃ硬いっていうことしかわかんない。そうですね。うん、ああ、そう見られちゃうよな。下がる得ないかな。マジか。うん、あ、今回も僕浮き地なんですよ。僕今回も結構。だよね。そう、ごめんなさい。マジで。ああ。証明できないんで、ね、僕センターさんとコクピットで最後会ったぐらいで、誰とも会ってないからほとんど。ちなみに一応聞いたくんですけど、タスクってどんな感じですか。僕あと1個。
ケンアと3つぐらい。僕らに。僕2、3個ぐらいですね。あと2ラウンジのあの配線だけ、僕は。そっか。一応、ショボ砂もあるかなと思うんですけど。そうそう、僕も砂パイさんちょっと怪しいかなって。僕なんか近づこうとした瞬間にボタンになって、殺してボタン。え、何が怪しいの？いや、なんか殺してボタンしたのかなって一瞬思っちゃった。パイさんはね、普通にエレキでタスクしてるのをずっと見てたので。でも今、結局カメラ出てる人がいないってことは。うん。あ、僕これ釣られちゃうか。いやー申し訳ないマジで、あーごめん、白証明できなかった。ボタンを押せる人が押してください。そうですね、ありがとうございます。おお。あれ、原産でボタンの前にいたのに。私も原産使ってる、使ってる。ああ、なるほど。僕も使ってるし、スナパイさんも使ってるし。もうこれでボタンないっす。そう、一人。どうするかですね。朝刈さんが白だった場合の人。そうですね。スナパイさんは違うと思ってるんだけどな。電気室でかなりの時間お会いしたのと、はい。まあ、少なくともキルする感じは感じられなかったし。はい、あとちなみに昨日私藤宮さんともエレキでお会いしてて、はいはい、セキュリティ方面に行かれたと思うんです。なんか動機ずれっぽくてなんか急に消えたんですけど、ぐらいしか情報ないし、昼目というよりは初日だいぶ白くはない、白くはなりますよね。しょぼすけさんはかなり白で上がりましたね、今まで。チャゲポヨさんが殺されていることって、うん、チャゲポヨさんと最後エレクトリカルで会ったという僕の証言は合ってますよね。初日あの初手キルの方です。はい、これは正になりました、うんうん、はいはい、で今度停電を直したのが僕という情報も正しいので僕が展望デッキにいたことも事実ではあります、うんうん、ただそこから左側でジムジさんをキルしてから、エレクトリカルで合流したっていう線がある場合のみ、うん、スナッパイが左のキルを担当したことです、うん、左のキルがもう先端ゲンスナッパイしかないかなと思って、ね、あ、僕は無理です。ゲンさんが今殺していきたいように見えちゃって一気にゲンさんが無理。うん、ボタンを押したにかかわらず上にいる意味がなくて、下のエレクトリリアクターを直すべきじゃない。それはすいません、それは私があのボタン画面を押して連打してたからで、ただ私多分ソボスケさんを殺しに行くムーバー取ってないと思いますよ。だって分かりました、位置的に逆だったと思うんですけど、ピンポンの時。あとソボスケさんに一言だけ説明するならば、マシャカリさんは一番槍で釣りにかかったのは僕ですよ昨日。まあそうですね、それは分かります、うん、まあでもマシャカリさん対抗、うん、太鼓打ちとして出す場合は、太鼓打ちとして出す場合は僕の場合は、てかまあ藤宮さんだと思うけどな、ね、僕は印象的には、まあ、そのマシャカリさんを釣ったのはね。ああ、じゃあまあ、って印象だったら、でもスキップだからスキップでタスク勝ちの方がいいと思う。ああ、そうですね。僕、タスク終わってます。マジかタスク勝ちできん、多分、うん、タスクでいけると。まあ、ボタンないので、もう、そうですね。もう残れたら負け確認のタスクですね。はい。うわ、そっちの2人なんだ。ナイス。右に、いや、これは、ナイス。いや、マジか。噛み合ったな。勝ち確場面でも一回逃しちゃいましたね。そうそうですね。ちょっと、役者めちゃくちゃ、直したら早かった。すごい。ドア閉めからの役者の方が、多分確率性は高かった。あ、いや、ドア閉めしましたよ。全部して。マジか。嘘ですか？開いてた気が。多分開けられたんだと思う。ああ、多分全部閉めて、階段乗って聞いた。いや、でも俺、原産あれだけで釣りにはいけないな、さすがに。
ちょっと左に動いてます。これキューされたんですか？え、私はね、貨物室側の覚えゲータスクのところで実はやられてまして、診療所から出てくるセンターさんにキューされてるんですよ。で、私が先にアーカイブからラウンジの方に扉を開けて抜けてまして、その時多分ショボスケさんの画面とかには多分映ってたはず。ショボスケさんがダウンロード方向から右左上に走ってるのが見えてたんで。でそれでラウンジ抜けていってキルされて、ちょうどしょぼすけさんが金庫のタスクやってる時にキルされてる感じです。ああなるほど。そういやだからあの誰にも視認されない状態でキルされちゃったんで、確かに私の位置ずれちゃうなって感じですね。いやまあでも貨物はこれはでも全部完璧に、いや最後もドア開けて、いや難しかったっす。いやもうこんなん動画かけてや、いや申し訳ないな、動画かけてや、死体消えちゃってますからね。やばいな。ジングジさんはカメラ見てたんですか？いやアドミンで見てたら、アドミン見すぎやボケっつってやられました。アドミン見られてたら多分かなりきつかったと思うので、うん、よかったっすね。仕方なく切った感じであったんです。結果的に良かったです。マジか。姫さんごめんね。いえいえ。僕も来いよマシャカリーっつって弁当から出てこいよオラオラってアドミン見てたら先端さんがひょこって出てきた。ナパイさんと別れた後速攻で金庫弁当コックピットやって金庫戻って、あーなるほどな。ちなみに私金庫室から弁あのコックピットから金庫に弁当使って逃げてるんですけど、その時にカメラがついてたんですけど、たまたま多分あ見てなかったのかな。カメラ見てたの自分ですけど、うん、そのシーンは分かんなかったですね。あなるほど、助かりました。そこはインポスターがかった。やばいなー。これはうまかったね。これはナイスだったな。神ってたな。動画出るのは嬉しいけど、初手切れてぶん殴られて死んでるからそう存在がない。あの初手切る私ですから確か。あ、2人同時か。同時。ダブルキル同時。いやでもナイスキルでした。いやもう私も一緒ですから大丈夫ですよ。裏側、天国の裏側ではカエルの話しかしてませんでした。本当にもありますいいじゃないですか。あの紙キル連発、一方その頃神宮寺たちはみたいな。カエル大変っすねの話しかしてない。そう、すごい。いやすごかった。全然センターさん分かんなかったな。うん、お見事でした。ジージー。エンターさんは分かんなかった。本当に見えましたね、いろいろ。すごい。いやー、悔しい。なんかよく眠れそうな試合だな。